ここからは、はい、カズコの成績開示でございます。青木の総合文化政策学部です。そして、そうです、数学受験、法政のデザイン工学です。英語外部試験利用入試だったのか。勉強したくて、数学だけで受けました。じゃあ英語は勉強何やったんですか。英語は始まりました、もちチャンネル。さあ、今回は、はい、また音出した、同じ。はい、今回は、はい、カズコの成績開示でございます。はい、スクショで大丈夫ですよ、もちろん。はい、ウーバーがいつどこかちょっとちゃんと見ておかないといけない。はい、大丈夫ですね。はい、あ、ウカロー出ましたね。はい、受けたのが青学の総合文化政策学部。お、なるほど。の全学部。はい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 、受けた。あ、全然触れなかった、ごめんなさい。はい、白くなったユーロ。あ、どうもこんにちは。はい、そして横山も引き続き、はい、さっきは、和子いなかったですけど、はい、じゃあ結果見ましょう。受けたの他は、他は法政のデザイン工学部。へ、うん、デザイン、デザイン、そんなのが好きだったんですね。好きです。好きです。今使われるような切り取りです。和子の告白のシーン。好きです。体調めっちゃ悪いから、蒼白し、顔面蒼白してる。悪いです。はい、ではいきます。青学ですね、全学部、総合文化政策学部、総合文化政策学科。はい、英語150点中99点。おお、覚えてますか。まあ、これでも多分相当悪いと思うんですけど、うんうん、実力はこの時これ以下だなっていう、それでも偶然取れちゃったみたいな。いや、なんか単語とかを、そのこの時本当に単語も文法も全然できてなくて、うんうん、でもあのリーディング、うん、リーディングはこう大問、段落と大問が、うんうん、大問じゃない、大問、落問いが対応してたから、うん、そこは読めたんですけど、うん、文法のところは本当に分かってなくて、うん、解いてるなっていうところで、そう、聞こえるのがね、英語は聞こえるんだけど文法は何も知らないっていう状況で受けてたっていうね。ちょっと反省はしてます。反省はしてます。はい、続いて国語、国語100点中64点。これは驚き。驚き？もっと取れると思ったけど。過去をやった時にもう国語はできてたんですよ。ほうほうほう。でも今こう現代文も参考書とかをやってみて、自分の読み方がちょっとあんま良くなかったなってことが分かった結果、じゃあこれが分からなくなってきたって、その読めてなかったのか、なるほど、そう、分からなくなったなっていう、そういうことでした。大変でした。そして、そうです、数学受験です。数学、はい、100点中38点。これ、私、数 2B を高2で中退してて、はい、数 2B を過去問だけで知ろうとしたんですね。無理でした。そりゃそうでしょ、過去問じゃ無理だよ。そりゃ、ちゃんと幅広くやっておかないといけません。はい、無理でした。今、数学をやってるんですか。今、数学をこの後で、法政のデザイン校を受けたんですけど、そこをもう一回受けたいなと思ってて。なるほど。だから、数学で他も数学をやろうと思って。すごい、和子、数学受験に決まりましたね。決まりました。はい、じゃあ、法政も見ましょう。よくやっぱちゃんと送っといてね、データ。俺も明日出るからね、動画。わかりました。はい、で、法政です。はい、英語外部試験利用入試だったんだ。英検使って、数学だけで、はい、受けました。デザイン工学部、デザイン学科、あ、それもう免除みたいな感じなの。英検を2級持ってると、数学だけで測って、でも、これちょっとそっちも取ったんですけど、これ本当に私がバカなんですけど、9人しか受からないんですよ。だから多分受け方が絶対にいいわけないっていう。それ何人受けてもそれ。これ118人です。だからなるほどね。なるほど、なるほどっていうか、数学めっちゃできる人じゃないと無理だけどね。そうでした。ちょっとそれは失敗です。失敗です。 T 日程の英語外部試験利用 A 方式で、そうしたらちゃんとね調べてください皆さん。はい、そういうの大事ですから。 A 数学丸に63点。100点中だよね。いや、150です。100、それは無理ですよね。そうですね、9人しか受からないで8割取れないと受からないんです。8割ほど遠いですね。4割2分。果たしてカンタロウさんに数学の才能があると言われたカズコは、これから数 2B 頑張ります。まだやってないってこと。いや、やってますね。頑張ってます。ああ、数 2B は何をやってるんですか。基礎問題成功。ああ、で、数 1A は一通り
下の問題まで解けるようにして、うん、で今数字 B。 おお、なるほど。じゃあダメだったらこれ選ぶだけ。受からなかったの。あ、そうです、そうです。はい、他は受かったということで、はい、他はどこか内緒ですってことですね。はい、ニット5ません。おお。ニットじゃあ英語は勉強何やってるんですか。英語はまず単語が本当に単語を、うん、単語帳を自然に知った単語以外知らなかったんですよ。本当に吸収型だったんで反省してますよ、はい、反省してます反省してるんですけど、はい、で耳から覚えたかったから、うん、ターゲット1900買って、でアプリで音声がでパート2までは覚えて、うんうんうん、でちょっとこれからパート3とあと英検11級の単語をやらなくちゃな、うん、なるほど。あ、そこ11も受けるんだ。11級8月ぐらい。 SCBT。 のなるほど、驚いた3名を取ってくださいで、怪人つば九郎。つば九郎、そう、私本当見る価値がなくてありがたい。どういうこと。私弱いから、うん、ありがたいです。よくはちょっと驚いたの撮って、はい、自分の見て驚いて、そう、自分の見て驚くサムネ、驚いてるか驚いてないかめっちゃ大事だから。え、ビッグ、あー、わざとらしい。難しくないですか。いや、めちゃめちゃ簡単です。ヒカキもいつも、嘘のサムネ。嘘、はい、え、ユーロは今どうやって勉強してるんですか。私は、数学はそのカズコさんと一緒で基礎問題成功をベースにやって、でもやっぱり演習量が少ないんで青チャートとか、うん、用いて演習量を増やしてっていう感じで数学は勉強してますね。理系です。はい、英語は、英語はとネクストステージをコピーして何回もやってる感じですね。はい、あ、私も文法やってます。さっき単語しか言ってなかったんですけど。何やってるの、文法。あのあ、カバーを外してるせいで、あれです、あのレベル1のやつです。レベル別問題集。違う、ポラリスの、ポラリスの1やって、はい、で、あと公文の武田塾がおすすめしてるやつ。肘です。読解のための英文法必修編。必修編、なるほど。ほんと基礎のやつですね。そこからどれぐらい届くのか。まあいよいよ模試が始まりますから。受けてないの。受けたの。出たこのハテナハテナみたいなの。自分受けてないです。もうだからそこで模試受けないと。受けます。はい、受けますって今言う。模試受けないと。はい、なんて頑張って申し込み忘れないでください。はい、21日です。え、6月。6月だよね。6月21日に6月21日に可愛いの申し込みだった。始まる、申し込みが始まるってことね。始まりますよ。あ、もう6月に模試はないのね。7月で、ね、7月でね。はい、じゃあ変になりました。それを受けて可愛いの共通、あとこ、全頭共通的特殊ということでやってもらおうと思いますので、頑張って受けてください。はい、ご視聴ありがとうございました。テキローチン、ユーロもちゃんと受けるんですか。あ、はい、はい、7月の30に東進のやつ受けて、でそこから可愛いまた受けるかなと思って、はい、ということでした。ありがとうございました。